歌手の王子ゆうちゃんです。今日はですね、首を、長く見せるね、ポイントについてお伝えします。これはまあ、着物なんか着た時でもすごく綺麗に見えたり、肩幅がですね、華奢に見えて、首は長くなって肩が下がって、本当にこの上半身のラインが綺麗に見えるようになる方法です。今はこう首がぐっと縮んでしまってる人が多くて、首が縮んで肩が上がって亀みたいになってる人結構多いんですよね。でですね、この直し方についてお教えしたいと思います。ポイントはですね、まずやってみます。こうするんです。こうするだけなんですね。これの動きができないですね。横から見るとこうですね。こうするだけなんですけども、この動きができない。まず上向けない方も多いですけど、上向ける方はまずこう上向いてですね、で首戻す時にこう戻しちゃうんですね。わかりますかね。こうやったらこう戻しちゃう。つまりこの首の前側ありますよね、はい、こうすると首の前側が伸びます。ポイントはこの伸ばした首の前側の距離をできるだけ保ったまま後頭部を持ち上げるようにして、前の長さをできるだけ保ったまま顔を戻す。これが正しい頭の位置になります。こうすると首がぐっと真上に伸びて、この頭のてっぺんの100円の位置が高く保てるんですね。よくバレエでこっから引っ張られてるように意識しましょうと言いますけども、こんな姿勢の人がそんなことを意識してもですね、なかなか余計力みますから、まずこの首の位置を正しく戻してあげる必要があるんですね。横から見ますと首の前側ですね、これを、横後ろを向いてですね、こう戻すんじゃなくて、これだと前縮みますよね。なのでこの長さはしっかり保ったままできるだけ保ったまま後ろを後頭部をぐーっと引き上げていきます。そうすると首が真上にスッと伸びて綺麗になってですね、首は軽やかです。上体からしっかり首がぐっと真上に伸びて、頭のてっぺんが高い位置に保てるんですね。でこれできないですよね。難しいんです。何回も繰り返しやってたらコツを覚えてきますけども、みんななかなかできません。だから、誰でもね、簡単にできる方法をレクチャーしたいと思います。もう一回これポイントを言っときますとね、頭はこれ一個、顔と頭をボールやと思ってください。球体やと思ってください。こんな球体ってことはその中に中心がありますよね。 OK ですか。その中心を大体この辺の奥にありますよね、中心ね。この中心を、センターをしっかり保ったまま、中心の位置を変えずにこうしたいんですね。こうすると中心が前に落ちますよね。なので中心を保ったままこう戻したいということなんです。そうすると首の前側がぐっと縮まずに、前も後ろも軽やかに伸びた状態が保たれるということなんですね。でもこれができないので簡単にできる方法をお伝えします。まず上向きにくい人ですね、口を開きながら上向くと向きやすいですよ。まず閉じて見てみてください。それと口開きながら上向いてみてください。向きやすいはずです。体の構造はそうなってます。でその時の口開く時の音はあーですよね。なのであーと言いながら向きます。そうするとここがストレッチされますよね。でこの伸ばされた感じをできるだけキープしたままこう戻したいので、その時にもう一回いきますよ。あーで、イーン、はい、あーいーんと言いながらやるんですね。あーで上向いて、志村けんさんのあーいーんの顎をちょっと突き出すように出します。そうするとここがより伸ばされるので、勝手に自動的に頭がこう戻ってこようとしますから、あーいーできるだけここの長さ保ったまま戻すようにします。正面を向くとこうです。あー
と言いながら、あーで、うってやると胴体から頭がスッと上に伸びて、ここから上が綺麗な状態キープされます。これ繰り返しやってるとコツを覚えてきて、いちいちあいんの口しなくてもこうやって戻せるようになってきます。でこう戻ってくるときに力むような感じがする場合は、ちょっとねこう首を軽く軽やかに揺すってあげるといいです。その時の揺する時のイメージは0120333906ってこんな感じですね。こんなガシャガシャ揺らすんじゃなくて、三輪明宏さんが0120333906って言ってる時のイメージで、0120333906っていう感じで戻してあげます。そうすると首がふっと上に伸びて、この辺もちろん軽やかになりますのでね、ぜひこの方法体操ですね、アイン体操です。お空に向かってアイン体操って言いますけども、この体操ぜひねやるようにしてみてください。そうするとここの位置が高くキープされて、腰は勝手に立ちますし、胸は勝手に引き上がってか、だけれども肩は下がって首は伸びて頭の位置は高い位置にキープされるっていう理想的な状態になりますので、ぜひやってください。そして知識として知っておいてほしいのは、首というのは実は長くてですね、みんな見えてるこっからが首だと思ってると思いますけども、首の構造、骨格の構造は実はこの鼻の奥、耳の奥と言ってもいいです。この奥から首の付け根がありますので、それも知識として知っといてください。こっからが首だと思ってたらこういう使い方になりますけども、こっからの奥から首やと思ったらこういう使い方ができるようになりますので、その正しい体に対するイメージ認識も持っておいてください。それでは今日のレクチャーは以上です。ぜひやってみてください。もしわからなければね、またご質問いただいたらそれにお答えしたいと思います。ではありがとうございました。